にちは、NPO 会計の税理士の脇坂です。今日は特別定額給付金を寄付をした場合の課税関係という話をしたいと思っております。この特別定額給付金、1人10万円ね、給付されるっていう給付金ですけれども、まあ、そろそろ給付がね、まあ、始まって、まあ、これから申請されるって方もいらっしゃるんじゃないかと思います。この特別定額給付金ね、もちろんもらって自分たちの今の生活に使われるって方もいらっしゃると思うんですけれども、これをね、もらったお金を寄付したいというような方ってね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。その場合にこの課税関係がどうなるのかという今日お話をさせていただきたいと、まあ、このように思っております。で、まずこの課税関係をね、特別定額給付金をもらってそれを寄付した場合の課税関係を理解するためには、寄付金控除の仕組みを理解しないとピンとこないんで、寄付金控除ってどういう仕組みになってくるのかという話をしたいと思います。で、寄付金控除ってね、もともとどういう趣旨でできているかというと、例えばこうやって YouTube で広告収入でね、上げて収益を上げている方いっぱいいらっしゃいます。そういう方がその、例えばですよ、YouTube の収益を全額寄付したというような場合に、もし寄付金控除がなかったらどうなるかっていうと、例えばですね、この YouTube で100万円の収益がありましたと。これを全額寄付しましたと。手元にお金残りませんね。ところが、税金は100万円に対してかかってしまうんです。もう有名 YouTuber だったらね、所得税の最高税率の方が多いと思いますんで、もういらっしゃると思うんでね。まあそうすると最高税率って今所得税 45%、住民税 10% で 55% なんですね。そうすると100万円稼いで100万円寄付して、手元にお金残んないのに税金55万かかっちゃうと。まあこういう話なんですよ。それってもう寄付はもう実質できないですよね。まあこういうものを除去するために寄付税制というのがあるんだということなんです。具体的にどんな仕組みになっているのかというのをちょっとね、ここで表で説明したいと、もうホワイトボードで説明したいと思っています。まずですね、所得税の計算方法ってどうなっているのかっていうのを見ていきたいと思います。所得税は収入から必要経費を引いて取得金額というのを計算します。サラリーマンの方はね、必要経費なんかないんじゃないかと思われる方もいらっしゃると思いますけれども、サラリーマンには収入に応じて給与取得控除額と言われているね、必要経費相当額が認められております。で、それを引いた金額を取得金額と言います。そこから所得控除と言われている配偶者控除とか、扶養控除とか、社会保険料控除とか、医療費控除とか、まあそういうものを引いて、課税取得金額というのを計算します。それに税率をかけて、算出税額を計算します。そこから、税額控除と言われている、まあ代表的なのは住宅、借入金等控除なんかですね。そういうものを引いて、取得税額を、その年に納める取得税額を計算すると。まあこんな感じなんですね。で、毎年ね、サラリーマンの方は毎月源泉徴収ってされてますから、そのトータルの金額と、こうやって計算した取得税の差額部分が、年末になってもろ、なると戻ってくる。これは年末調整と言われているやつですね。で、寄付金控除っていうのは、所得控除方式と税額控除方式ってあります。で、まあ、今日はですね、ちょっとざっくりした説明ですんで、ちょっと細かいね、復興税とかね、いろんな足切りとか、いろんなことを考慮すると、細かい話あるんですけど、それはちょっと除きます。なんで、ざっくりした説明です。所得控除方式と税額控除方式ってあります。で、所得控除方式は、寄付をした金額を所得金額の下で引くというやり方なんですね。で、この寄付金控除は寄付先が、公益法人、公益社団財団とか社会福祉法人とか学校法人とか、あるいは国や地方公共団体、こういうところに寄付した場合に受けられるんですけれども、そういうところに寄付すると、所得控除方式と税額控除方式っていう2つの方法で寄付をした金額を所得金額から引くというやり方ができるんです。で、所得控除方式っていうのはね、ですね、寄付をした金額を所得金額の下で引くというやり方です。例えば先ほどの話で言うと、100万円ね、YouTube で収入があって、それを全額寄付しましたよと。いうときに、それを全額取得控除できたとしたら、それに対しての税金はかかりませんよね。なんで、全額寄付できますよ、ということです。もう一方、税額控除方式っていうのがあります。で、税額控除方式というのは、寄付金額の 40% を算出税額の下で引くというやり方なんです。で、所得控除方式ってね、その人の税率によって最終的に影響を及ぼす税額が決まってくるんで、違ってくるんですよね。で、所得税ってご存知のように、高額所得者であるほどね、税率高くなって、そうでない方はね、税率が、超過累進税率ってね、税額がまあ低いところからだんだん所得が高くなれば高くなってくるというやつですよね。なんで、所得控除方式っていうのは、その人の税率によって影響を及ぼすんです。だけど、税額控除方式っていうのは、その人の税率に関係なく、寄付した金額の4割を本来納める算出税額の下で引けるよというやり方なんです。でですね、個人が払う税金って、これ所得税で国に払う税金の話をしていますけれども、それ以外に都道府県民税、都道府県市区町村に払う税金もあるんで、そういうのも受けられるとすると、最大で 50% 部分、寄付した金額の 50% 部分を算出税額の下で引けるよというやり方なんです。
で、この取得控除、税額控除、選択制ですけれども、まあ、多くの方は税額控除は有利になるんじゃないかなと思います。で、税額控除に関しては、ただし所得税額の 25% は限度という限度があります。例えばね、本来納める歳出税額が10万円であったらば、2万5000円までしか控除できないよ。いくら寄付したとしても2万5000円までしか控除できないよという、一応限度があるということですね。まあ、寄付金控除にはね、所得の 40% までが対象になるとか、まあ、いろいろ細かい話なんですけど、今日はちょっとね、まあ、そこの部分は除きます。はい。この所得控除と税額控除、2つの方法があるよと、いうことをね、まず理解していただければというふうに思います。その上で、今回、特別定額給付金を寄付した場合に、どんな扱いになるのかという話なんですね。で、特別定額給付金自体は、所得税非課税です。ですので、所得金額ゼロですね。その定額給付金については。で、それを寄付すると、所得控除、または税額控除ができるわけです。で、所得、どういうことかというとね、もしその方が、所得が他になかったら、そしたら、所得金額ゼロですから、控除、いくら控除したって、あるいはね、歳出税額もゼロですから、いくら控除したって影響ないですね。だけど、多くの方はね、特別定額給付金、例えば10万円全部寄付されるというような方は、他に所得あるって方が多いと思います。そうすると、定額給付金自体はゼロですけれども、他に所得があるんで、その所得金額から定額給付金で寄付した金額を、所得控除または税額控除できるわけです。ってことは、10万円という非課税のものを寄付したことで、その部分についての何割かの控除が受けられるってことなんですね。それは寄付先が公益社団財団とか社会福祉士とか学校士とか、そういうね、優遇された団体に寄付した場合というようなことなんです。で、多くの方は、先ほど言ったように税額控除方式の方が有利になるケースが多いんで、ちょっと今日は税額控除を受けるという過程でお話をさせていただきます。なんで、この税額控除を受けられるとすると、定額給付金の特別定額給付金10万円を全額寄付しましたというときには、寄付金額の4割で住民税も受ければ半分部分が後で戻ってくる。ただし所得税額の 25% 減税なんでね、ここに引っかかる可能性はあるということなんです。はい。それを理解していた上で、じゃあ実際にこの特別定額給付金をね、特に今回コロナ、新型コロナ関係の団体に寄付するというときに、3つのパターンが考えられるんじゃないかなと思って、この3つのパターンに分けて、それぞれね、税金上どういう影響が出るのかという話をしていきたいと思います。で、まずですね、寄付先が一般社団、財団、あるいは認定を受けてない NPO 法人、任意団体、株式会社、個人事業、そういう方へ寄付したというような場合については、これは何も影響を与えません。税金には何も影響しません。特別定額給付金自体は非課税ですから、それについても税金かからないし、寄付したという行為に対しても特別な控除ないということですから、何も影響しないということですよね。だから10万円の定額給付金をもらって10万円寄付したと。特にそれに対して税金上の何も影響しないということです。で、このね、一般社団とか財団、認定を受けてない NPO 法人、任意団体、株式会社、個人事業者、こういうところに寄付した場合という話なんですが、結構今新型コロナ関係でいろんな基金が立ち上がってますよね。で、例えばね、ちょっと私ここでご紹介させていただいたんですが、ヒカキンさんがね、1億円出して、ヤフー基金っていうのでね、コロナ医療支援募金っていうのを始められたそうですね。で、私さっきちょっと、その、ヒカキンさんのね、YouTube のものを見ましたけれども、彼すごい思いをね、持って1億円出して、で、他にも、それで、ね、他の方たちもこれ協力してくださいって呼びかけて、もう2億以上集まってました、みたいなね。これ実はヤフー基金っていうのは任意団体扱いなんですね。なんで、この、新型コロナ医療支援募金ね、ヒカキンさんがやってるものに関しては、これは税制上の優遇措置ありません。ですので、これはもうもらった金額を寄付して、それに対して税金上の扱いは何もないということですね。で、一方で、これ公益社団財団、認定の NPO 社会福祉法人、学校法人とかね、まあそういうところに寄付する場合については、所得控除または税額控除、まあ多くの方は税額控除の適用がありますよと。そうすると、10万円も定額給付金もらって、それを寄付すると、まあ、最大で半分、少なくとも4割部分が戻ってくるケースが多いと。まあね、限度に引っかかる回数もあるんでね、必ず戻ってくるとは限らないけど、結構戻ってくるとケースが多い。で、こういう寄付についてはですね、今、そういう新型コロナでいろいろ基金が出てますけれども、直接そういう団体に寄付するものもあるし、そういうふうな形ではないけれども、実は、こういうね、団体に寄付しているってものもあるんです。で、代表選手を挙げるとですね、ラブポケットファンドって、これ、元スマップのね、稲垣さんとか草薙さんと香取さんがね、この3人が呼びかけてね、始められた
やつですね、基金ですよね、新型コロナにやっぱり対応する基金ですけれども、これは実は日本財団、公益財団法人である日本財団が間に入っていて、日本財団に対する寄付なんです、これ。なんで、これは税額控除、所得控除、また税額控除という寄付扱いできますよということになってます。で、こういうもの結構多くって、ヤフーの中でも、あのヤフーのね、ページ見るとですね、このヒカキンさんの、あのやってる募金以外にもいろんな募金が結構ありまして、その中にはこうやって間にそういう団体がね、例えば公益財団法人のパブリックサポートリソースセンターとか、あるいは国境なき認定の POG の国境なき医師団とか、そういうところがね入っているものもあるんです。で、そういうものに関してはこの寄付金控除を受けられますんで、所得控除または税額控除を受けられるということになってます。ですんでね、丸一で寄付するのと丸二で寄付するのとは税制上の扱いが違うんでね、あのここはね、まあどっちがいいのかっていうのは全然あの僕らが言う、私が言うようなことではないんですけども、違いがあるんだってことを理解していただければと思います。でね、この丸で寄付することって、まあ、どういう意味合いがあるのかってことなんですが、いやそれは寄付するんだからね、別にそんな税制の優遇を受けるために寄付するんじゃないよと、考えられる方も当然いっぱいいると思うし、それは全然それで構わないと思います。で、一方でですね、例えば定額給付金ね、定額特別定額給付金、まあ、これ10万円もらって10万円寄付する、これなかなかね、いや、 やっぱりちょっとそこまでするのはきついなって考える方って結構いらっしゃると思うんですよ。そこでためらってる方ね、結構いらっしゃると思うんです。そういうものを後押しするものだというふうに考えていただければいいんじゃないかなと思います。今回で言えばね、10万円もらって10万円寄付したとしても、あの税額控除満額受けられればね、もしあの住民税も受けられれば、まあ、半分戻ってくるってことは5万円でいいよということですから、どうしようかなと思っているような方にね、あ、それで国がね、まあ、言ってみれば国が応援してくれるということですね。国や地方公共団体がそういう行為を応援してくれるということですから、そう応援してくれるんだったら、まあ、ちゃんと寄付してみようかな、まあ、そういうふうにね、思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますんでね、まあ、そういうふうな位置づけで考えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。で、一方でですね、地方公共団体に対する寄付、これもありますね。これ例えば大阪府吉村知事がね、盛んに呼びかけられていました新型コロナウイルス助け合い基金ってのがあります。別にこれ大阪府以外でもいろんな地方自治体がこういうのやられてますね。もう地元のそういう医療機関なんかに寄付するというような形で、扱われていると思います。これはふるさと納税が使えます。で、ふるさと納税はどういう扱いかっていうと、実はふるさと納税は所得税の扱いは所得控除方式の寄付金控除は使われるんです。税額控除は適用ないんです。で、このふるさと納税の特色っていうのは、住民税の扱いに特例があるんですね。特例があるんです。で、計算式これ同じですね。で、住民税の控除っていうのは、税額控除方式が使えるんですけど、まず丸一基本分として、寄付金額の 10% 部分が住民税から控除されます。で、この 10% って何かっていうとね、先ほど私は、所得税の方でね、税額控除 40% 限度、所得税 40% 限度だけども、住民税も受けられると最大で 50% まで戻るよという言い方をしましたけれども、その 50% と 40% の差額の 10% のことです。つまりこの 10% 部分というのは、民間の団体でも受けられる控除です。で、それに対してこの特例分というのがふるさと納税の特色なんです。寄付金額マイナス 100% マイナス 10% マイナス所得税率であります。例えば、今、所得税の税率が 20% だとしますね。で、定額給付金、特別定額給付金10万円を全額給付したとします。そうすると、20% 分は所得税で控除しますね。10% 分は基本分で控除しますね。で、100% マイナス 10% マイナス 20% の 70% 分は特例分で控除すると。こういうことになってます。つまり、10万円が丸々2割部分は所得税から引かれるし、8割部分は住民税から引かれるということなんで、結果的に負担はないということですよね。で、ふるさと納税ね、通常のふるさと納税の場合は、だけど返礼品がいっぱい来るっていうんでね、まあ、非常にやられる方多いんだけども、今回のね、こういうコロナに対しては、返礼品はないでしょうね。返礼品はないけれども、でも負担は基本的に、ないよ。まあ、自分が住んでる住民税から控除されるよ。その分控除されるよということになりますよね。という扱いです。ただ、一つ注意点はですね、ふるさと納税すでに結構やられてる方、この特例分については、その方が払う住民税の所得割の 20% は限度って限度があるんですよね。で、これ結構限度ギリギリでね、ふるさと納税やられてる方って結構多いと思います。とすると、これにさらにプラスアルファで、このね、新型コロナ関係の寄付をふるさと納税使ってやったとすると、この限度に引っかかってくるっていう可能性は、これ結構多いでしょうね、このパターンはね。ただ、この限度に引っかかっても、
この基本分と所得税の所得控除の方が受けられますんで、そうなんで仮にふるさと納税で限度いっぱい使っている方であっても控除自体はあります。なんでね、あの全額戻ってこないということはないという、もちろん所得税がある程度ある方を前提ですけどね。なんであの必ずしも全部戻ってこない、あの満額、うん、限度まで行っちゃったとしてもね、あの全額自己負担になるということではないよということですね。でこういうふうにね、まあ、それぞれ違いがありますんで、あのその違いをねご理解した上で、だけどいろいろ考え方もあると思います。別にね、例えば丸2のね、こういうところに例えばラブポケットファンドに寄付していただいても、別に確定申告しなくてあの寄付金控除受けなかったらもう全額負担でね、いやもうそういう考え方だよと、別にそんなもの必要ないよって、もうそれも全然ありですんでね、だけども、まあ、一方で例えばちょっとねあのためらうなとかね、全額まではちょっとというような方とかね、あるいは逆に定額特別定額金 10万円ですか、プラス例えばね奥さんで、あの旦那さんと奥さんでね2人合わせて20万ね受けて、その半分分を控除できるんだったら2人合わせて20万やってもいいよっていう風なね、まあ、そういう風に考える方もいらっしゃるかもしれません。そういうねいろんな選択肢がありますんで、その違いを理解した上で、こういうねあの寄付などねされていただければなという風に思います。はい、今日は以上にさせていただきます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。もし内容良かったらいいねボタンを押していただければ嬉しいです。